マミムメモさやかです。黒の奇跡のサントラ来た来たー、やったー、よいしょ、開けるぞ。そう、あと黒の奇跡のサントラとファルコムさん40周年記念のイラストで作られたトートバッグも予約してたので、それも届きました。トートバッグとは何だったっけ、なんかチームフラッグみたいなのがあって、さすがにそれを飾るとこないなと思って諦めた。意外とちっちゃかった。ちょうどいいじゃんこれ。めっちゃちょうどいいサイズ。確か赤と白もあって使いやすそうな黒にしてみました。めっちゃいいね、このイラストほんといいよね。ファルコムさんの40年の歴史って感じする。うん、これ、待って、これ iPad Pro 入るのでは。よいしょ、 iPad Pro 入る、めっちゃちょうどいいじゃん。え、めっちゃ嬉しい。そう、 iPad Pro がさ、なんかそこそこ大きくって、ちょっと待ってね。よいしょツイステ回しとる iPad mini と普通の iPad なんですけど、これね、普通に何、このいつも家の中で使ってるカバンには入ってたんですけど、プロだけ入んなくって困ってたんですよ。これめっちゃいい、めっちゃいい助かる助かりました、ありがとうございました。今度からこれで家の中をうろうろしようと思います。よいしょ。で、あとこれ特典っていうかおまけだよね。ファルコムショップで購入させていただいたんですけど、ファルコムショップで通販してその在庫がなくなるまでこのおまけがつくとのことで、めっちゃ嬉しい。なんか普通に売ってほしいって思ってたんですけど、私もゲットできた、よかった、嬉しい。普通に売ったらいいのに普通に欲しいが、はい、ありがとうございます、嬉しいです。そしてからのですよ、はい、ででん、あ、ライトがめっちゃ映る。黒の奇跡のサントラやったー、もうめっちゃ楽しみにしてた。もうだってさ、もうさ、クリアして何ヶ月、クリアして3ヶ月ぐらい経ってるいや、正直ちょっともうちょっと熱がある時に聞きたかったんですけど、まあね、その推しのゲームはいつまでも、ね、再熱ということで、はあ、嬉しい。私この何、外側のビニールビリビリ剥がない人なんですよね。このまんま保存する。そうでさ、私結構最近昨今さ、音質重視でさ、ハイレゾ版って出てるじゃないですか。私結構耳が肥えてるんで、ハイレゾ音源で聞くこと多くって、でファルコムさんハイレゾ音源も出してくださってるからさ、わりかしデータで持ってるんですけど、と言いつつコレクション魂もあるのでいつまでたっても取れないんだけどコレクション魂もあるので、私はどっち、なんかあれですね、 CD の円盤も持ってるしデータでも買ってるっていう、まあ財布のゆるゆるな人ですね自分の好きなものに金を出せる人。え、マジで、ちょっと待って、よし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 、わ、めっちゃ綺麗。これ裏に表、バンクかっこいい、キラッキラ、とってもキラッキラですね。そしてサントラ、ちょっとまだデータね売ってないというか、今発売日前で、そう、発売日前日にフラゲというか、フラゲだね、して、まだデータは買ってないんですけど、開けちゃおう、せっかくだしね。綺麗に開けられなかったでござる。ハサミがない。あ、そっか、ハサミさっき落としたんだ。よいしょ。こう、綺麗に切っといて、綺麗に切れない。まあ、いや、はい。うん、どうですか、パッケージ。ちょっと濃いめだね、印刷。わかった。そう、私さ、本当にオープニングのフルが聴きたくって、パカッ、だからね、歌詞が楽しみなんよ。ちょっとさ、歌詞でさ、これ何なんて言ってんだろうっていう歌詞が何個かあって、それをね答え合わせできるのがすごい嬉しい。ちょっと3枚組で、3枚組なんですけど、いよいしょ、ほいからの、ほい、
ですな。見えてるみんな。で、歌詞見たい歌詞。歌詞見たいってか、ここにあるじゃん。なんかこうやって見ると歌詞って結構短いんだね。わー、すごーい。すごーい。めっちゃ嬉しい。あとね、そのゲーム中にさ、この曲いいな、タイトルなんだろうって思ってたタイトルとかが答え合わせできるのいいですよね。わー。はい、今からね、聞きたいと思います。ここにラジカセある。ラジカセで聞きます。ありがとうございます。ちなみに私、ファルコムさんのサントラめちゃくちゃ持ってるんですけど、空の奇跡から、エボリューション含めて前作持ってますね。おい、始まりの奇跡ね。そう、千の奇跡さ、私ハイルズで買ってたんですけど、なんかいつやらファルコムさんがセットで販売してくれて、それで未開封のまんまサントラの現物だけありますね。コレクション魂もあるっていうタイプ。わっ。なタイトルなんだって。目指す先にあるもの。うわー、エレインちゃんのタイトルっていうか、エレインちゃんのテーマに名前ついた。目指す先にあるものか。うわー。なんだろうな、なんかこう、目指す先にあるものっていうタイトルって、もう過去も未来もつなげてる感じがあって、すごいいいな。え、めっちゃいいな。ちょっとラインがはかどる。あ、涙出る。あー、めっちゃいい、めっちゃいい。めっちゃいいね。ちょっと待ってよ、涙が出ないの。あー、ありがとうございます。あー、涙出る。やば、これ聞いたら、まあ、一通り聞きたいんだけど、その前に私ね、やっぱね、名もなき悪夢の果てのね、フルをね、聞き倒したいな、最初に。あー、エレインちゃんのテーマめっちゃいい。目指す先にあるもの、めっちゃいい。いや、こうやってさ、タイトル一覧見てたらさ、なんか気になるっていうか、なんかタイトルがいい。英語はちょっと後から調べるとして、ああ、一週半ぐらい？ああ、めっちゃよかった。おっと、来た！え、何番目これ？何番目これ？ 26！ わあ！いや、もう本当にオープニング曲好き。もうボーカル、なんか毎回好きだけど。いや、毎回好きだけど。いやー、もうめっちゃ嬉しい。いや、でぶっちゃけさ、そんなさ、聞いてないわけではないじゃん。そのさ、オープニングサイズをひたすらリピートしてたけど、いやー、やっとフルで聴ける CD っていうか、公式で。いやー、歌詞、涙が止まらんのですけど。
わーめっちゃかっこいい、もうめっちゃかっこいいめっちゃかっこいい。2番目の歌詞が多分私あんまり聞き取れてなかったんだよね。でも大体合ってたな。うん、大体合ってた。あ、糸の果てにって言ってんだ。紡がれた糸の果てになって、もう紡いでってほしい。めっちゃいい。これ終わり方どんな終わり方なんだろう。あー、オープニングと似たような終わり方なんね。はい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 、リピートします。終わんなよ。これ何？エンディング曲？はぁ、よかった。めっちゃ、でもめっちゃ泣いた。はい、というわけで、あ、めっちゃよかった、本当によかった。はい、お疲れ様でした、ありがとうございました。ここまで見てくださってありがとうございます。皆さんも一緒に聞き倒しましょう。はぁ、よかった。